おはようございます。おはようございます。今緊急で動画を撮ってますというのもブレスのお客様のご子息さん、息子さん、ご子息様、はい、8月の28日、誕生日か、うん28日から始まるパラリンピックに出場します。おめでとうございます。車椅子のバドミントンダブルスに出場するんで、ぜひ、ご視聴者様応援してください私も日本から応援してます。あとね、お父さんとお母さんとパリに28日から行くみたいなんで、うん、はい、ね、ねえ、ご子息さんも一時来てうちに来てくれてて、うん、今ねタイミング合わなくてね、うん、うちがお店の作りも良くないからね、なかなか、うん、車椅子なんだね、うん、でもね素晴らしいと思う。オリンピックよ、日本代表よ。そうよ、だってこの間お父さんと話して、うん、まだ5年、賞味5年ぐらい。あ、そう、まあ運動神経もそもそもいいんだろうけれど、うん、努力よね、し続ける努力、うん、努力し続けられる努力ね、ってすごいと思う。素晴らしいです。日本から声援を送ります。応援してます、応援してます、頑張ってくださいこんにちは、ブレスのチャンネルです。ブレちゃんです。でもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日朝一で眼科行ってきました。視力のガタ落ち、ガタ落ち、本当おかしいなと思ってたんです。なんでメガネを作ろうと思います作ってください、はい、安全のために。ギリね大丈夫らしいんだけど、運転はね、だけどものすごい運転してて疲れるので、なんかあってからでは怖いので作ろうと思います。もともと目悪いけどやっぱりね、うん、夜が怖いんだよね。夜が怖いの。昼間はまだ明るいからそうでもないんだけど、夜どうしても買い物にスーパー行ったりとかするときものすごい怖くて、なんかおかしいなと思ってはいたんです。判明しました。眼圧は正常に戻ってよかったです。メガネ作れば問題ないんで、作ってください。どうしようもない。今日はどこ行きますか。今日はアクアユーカリです。おー、久しぶりというかアクアユーカリが、そう、8月いっぱいでなくなるんで、あー、ね、それこそうちがオープンして30年、うん、4年後くらいにできたと思ったから、多分ね、うん、まあ、コロナ前はよく行ってましたけどね、うん、ただなんてちょっとね行かなくなってしまって、今回久しぶりに、ちょっと久しぶりだよね、本当に何年ぶりかも思い出せないぐらいです、うん、ちょっと行ってきたいと思います。本来、うん、この動画は9月中旬ぐらいにあげるあれなんだけど、うん、冒頭で言った通り緊急ですね、今月で終わっちゃうからね、うん、ちょっと他の動画予約設定はあるんですが、うん、一回それをこう変えてこちらを先にあげたいと思います、はい、行ってきます。行ってきます。鉄火丼と豚カツ御膳しました、うん、家系ラーメンとかあるの？台湾混ぜそば1辛から10辛、
と1週間だから混んでるっぽい、ん混んでるっぽい、混んでるっぽいね。とんかつ御膳です。うん、カラッと揚がってそう、うん、私は鉄火丼にしました。ご飯と漬物とマグロの刺身が5枚乗ってます。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。足りた？じゃあお風呂から出てもうちょっと食べますか。お風呂上がり、いただきます。はい、ミックスだけどさ、これだと分かりづらい ね。ラムネと牛乳、うん、牛乳だ、ほんと牛乳。あ、ミックスの方がちょっと高いね。うん、ラムネ代。いやー、さっぱりしました。もう一回これかな。行ってきました。いやー、すっきりしました。汗びっしょりし、汗びしょびしょ、汗が引かない、引かない。すごい混んでた。混んでたね、うん、おっさん多くて。やっぱ夏休みだからね、うん、楽しそうだったよ、うん、あと、この間来た A 様教えてくださって、教えてくださった方が今日来てて、うん、ばったり一緒になりました。おお、あ、褒めない、ノリフォロー A 様って、ね、A さん、いや、最後に行きたいって言ってたから、うん、たまたま一緒で、たまたま同じ日でお会いしまして、教えてくださってありがとうございます。いや、すっきりしました。すっきり、汗が引きません。サウナ、水風呂、サウナ、水風呂3回やりました。サウナは混んでるんで私入ってません。暑い方のサウナ、いや、暑い方もそもそも入らないから、私塩サウナ、塩サウナ混んでたっていうか、わかんない、雰囲気で、うん、もうお風呂だけで十分楽しみましたね。8月いっぱいで、ね、そう終わっちゃうんで残念。視聴者さんでもね、うん、え、そうなのっていう人多分いると思う、うん、ぜひ最後にあと1週間ですけど、そうあっという間なんだけどね。もし時間が合うようでしたら、最後のいろんな思い出もあるので、次の動画でお会いしましょう。さようなら。お客様の王様から梨をいただきました。はい、おいしそう、うん、梨園で買ってきてくださった、うん、わざわざね持ってきてくださってね、おやす、おや、いてよかった家に。ごちそうさまです。美味しくいただきます。船橋とかさ、うん、白いとかあの辺はね、梨有名、梨有名、すごくね、いい香りがしてね、楽しみです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまです。重い。お客様の K 様から立派なメロンをいただきました。はい、大きい、キティちゃんの白い、かわいい、うん。
れども、うん、大丈夫ですね。すごくね、甘くて美味しいメロンだそうです。ちょっと重いよ、いい、うん、落とさないでね、うん、本当だ、重いボーリングするのかっていうぐらい重い。ボーリングみたいに重いよね、ボーリングの卵ぐらいよね、うん、本当に私このぐらいの重さで投げてる、うん、身がいっぱい詰まってるんだね。そう、楽しみです。ごちそうさまです。おいしくいただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。お客様の A 様からハワイアンズ行かれたそうで、お土産のフラクッキーいただきました。スパリゾート、スパリゾートいいよね。水着になるのはこっぱずかしいけど楽しい場所です。すごい、わざわざ届けてくださってありがとうございます。ありがとうございます。甘いもの大好きなんで美味しくいただきます。それとラッシュのボディーソープいただきました。すごくね、香りがね、いいの。うーん、甘い。あの、ありがとうございますいろんな含みが今あったけど、まあまあ、あの、なんだろう、こう使ってる人が、あの、とても素敵な方が使われてらっしゃって、それで、あの、ちょっと同じ香りを楽しみたいなということで、はい、今日はこの香りに包まれながら使ってる方を思い出しながら、ありがとうございます。ありがとうございますいただきます。いただきます。